ドレスを選択してください。だけど断崖絶壁じゃないんだからね。商業エリアに目標の敵陣兵器出現。特殊部隊3、2、1、発進。オーケー、グッドラック。待ってください。市街地から侵入してください。確認します。 ZWO2 機の敵の任務は火鉢と靴、全力でサポートさせていただきます。またドンより伝言です。余計な市場を捨てる。そんなこと言われなくても分かってるのよ。しつこいし、どうぞ。了解です。ボイスを送信しました。ボスを、冗談聞かない子ね。サヤが後でお仕置きされちゃうじゃない。敵の中華敵です。まずは嵐と行くわよ。マスター、ハイパーシステム。マスター、前方より多数の熱源反応。サヤが出そうとしてるのならちゃんと避けてるね。ハイパーシステムと実践体験までカウントスタート。やるじゃん、マスター。でもまだ雑魚中で満足しないですね。サヤさん、手厳しいですね。なあ、ヨケコ、あんたに言われたくない。目標を発見、攻撃へ移行してください。データはね、雑魚ボス。マスター、火遊びが始まるよ。敵装甲の破壊を確認。うん、いい感じ。サヤくん、押しちゃう。敵装甲、全破壊を確認しました。確認しました。日頃に剥がされたドドパンボータンね。マスター、もっと攻めちゃって。開始です。居住区に向けて進行してください。ヨカユさん、回復しないといいけど。サヤさん、ヘリーとバニーの持ち込みは禁止と言われていたはずだ。ケチ。これは個人的な意見になりますね。私はいいと思っていますよ。サヤさんにとって特別だと思っています。何よ、いい人じゃない。ありがとうございます。ロケコがいいって。よかったね。うん、やられました。未確認の大型機と思われる熱源反応確認。接触します。了解。左方向より大型熱源反応確認。なかなかレベルアップしてるって。でも負けない。マスター、力の差を見せつけてやるわよ。ハイパーシステム前後中2機目撃墜確認。マスター、腕上げとけ。テディとバニーに話を聞いてくれる。マヤのこと、ミッションにぬいぐるみ持ってくれなんてお子様だと思ってたね。でもこの二人はサヤにとって大事なお守りなの。ただ大切にサヤと目標敵を危険。攻撃へ移行してください。目標敵を確認。攻撃スタート完了よ。マスター、ちょっと、先ほどの大型機よりさらなる熱源量を確認。迎撃に困難を極めると思われます。ここ敵装甲の破壊を確認。了解。マスター、モニター映像送るね。ボロ出ちゃってる感じ。敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。
っても、ベリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。サヤはな。ミッションスタート。河川を北上し、中心部に向かってください。敵機多数確認。中断できます。ていうか何よこれ。金魚のヨンタン連れ立って。すごい。機械化惑星人とか人類です。我々の敵となっています。まさか、これまでのエリアに出てきた敵機もそうだっていうの？残念ながら、プロジェクトハリウララの事故の際、少なからず、周辺に居住していた人類にその影響を受け、私だと、プロジェクト…あいつのせいなわけ？可能性の話です。原因は究明されていません。キリコはわからないけど、みんなはそうだと思ってるってこと？大型の熱源反応を確認。サヤさん、それよりも今は戦闘に集中してください。分かってるけど、マスターは知ってるよ。マジか、知ってるけど、何も足りるね。顔の通りに何してるほど人類を撃破し、違ってるんじゃない？サヤはマスターの助けとなっていればそれでいいの？サヤは、はい、ママ、どうしたすごいネタで、カウントスタート。取っ払って、もうあれに定番の気合が必要だわ。はい、と失礼いたしました。通信障害です。シーハンでしょ。サヤさん、ギリギリラインに攻めるようにシステムを控えてください。はーい。ミッションが上がってきちゃったよ。マッコンも、サヤと一緒に叫ぼうよ。4、3、2、1、ファイト。成功法でお願いします。出ないと消されますよ。現実から目を背けたい気持ちが、逃げてばかりでは、サヤさんが一番会わなければならない方にはたどり着けません。うるさい！意味わかんないこと言わないで。ハイパーシステム、レディ。しなきゃ、サヤが迷ったりしたらマスターすら守れない。苦しい砲撃が続くと思われます。ここは辛抱です。辛抱ならずっとしてろってば。なんか都合のいい歌ってアイテムとかないわけ？それぐらいのサービスがあってもバチは当たらないと思うんだけど。そんな都合のいい歌ってアイテムはご自身であることを忘れないで、敵機信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。言われなくても手を弱めるのはないから。熱源反応増幅確認。マスター、敵装甲の破壊を確認。突破口が開いたわ。この先はぶち込むわよ。最後までカウントスタート。敵装甲全破壊を確認しました。やっと素顔を見せてくれたのね。厚みばっかでいかついだけかと思ってたけど、結構華奢なやつじゃん。撃墜を確認。なかなか手こずらせてくれちゃって。マスター、専用回線開かせていただきます。これは第4エリア侵入です。地下通路を進め最深部へ向かってください。
ここからは敵の攻撃も一層激しくなると予想されます。迷いは危険です。ねえマスター、マスターは何のためにこうして続き合っているのか。姿は違っても何となく注目しました。ついにここまで来た。最終決戦マスター、やっとたどり着いたよ。サヤたちから全てを奪った。
敵の最深部エリアへの侵入開始。先行偵察部隊は中枢部の最大目標が確認されました。中枢部などの敵陣営はこの連中強化されていると思われます。ああ、ねえ、自分の残り機体の空気、いつもみたいに明るく送り出して。あんたとしても棒がないとなんか狂うじゃない。ねえ、あ、失礼しました。では、改めましてグッドラック、お帰りをお待ちしております。サンキュー。まずはさっさとザコを片付けるわよ。部族としては共に蜂の巣なんて相当だもん。敵ワンフォーを続きます。接触に注意してください。ワープ空間確認、衝撃回避。大型熱源反応多数量マスター。無然な指揮の鳴き言聞かないんだから。迎え撃ちに行くわよ。でっか、こんなのが何機も来るっていうの。勘弁してよ。さあ、ここからはガチの戦いよ。迷ったら負け。気持ちの強さが勝負を分けるわ。それにしてもこんなにも機械化された人間がいるなんて。みんな人間でいることがそんなに嫌だったのかな。人は敵として誤った選択をすることもあります。どこで覚えてきたんですか。までカウンターを見るのは今朝ドラマで見たの。クールビューティー、涼しく騒いでたわ。ここがって感じよね。そうですか。余計なことかもしれませんが、あまりその女性の真似はされない方がよろしいかと。なんで、マスター、なんでハイパーシステムの回転まで、カウントダウンが始まる。マスター、次来る。マスターの隠し隊を裏切るようなことになったら、その
張しないでマスター。常にはちゃんと守りたいものがはっきり見えたの。これは一番難しい。優しくて大好き。さやもね、マスターが踊った時代を思うさやが好きなの。もうじゃなくなったさやが。We'll be right back.